いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルポルシェ 718 ケイマンをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに数箇所飛び石と、ボンネットに飛び石があり、フロントガラスに同じく飛び石と、運転席側のドアのエッジの部分に小さな傷がございます。また左のリアフェンダーに数箇所線傷と、リアバンパーに線傷がございます。走行距離に関しましては約6000キロと低走行なお車です。外装色は GT シルバーメタリック、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております。新たなケイマンとして2016年にデビューした718ケイマンでございます。従来の水平対向6気筒 NA エンジンから水平対向4気筒のツインターボエンジンへと生まれ変わり、走行性能が向上しております。またマストオプションのスポーツクロノパッケージをはじめ、GT スポーツステアリングやシートヒーターなどオプションも豊富に装備されております。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールはボクスター S 用の19インチのアルミホイールが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。テールライトは LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。マフラーに関しましては2本出しのマフラーが装備されており、力強いサウンドを楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては2リッター水平対向4気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は300馬力を発揮します。またフロントリアともにラゲッジスペースが設けられておりますので、実用性も兼ね備えた一台です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのハーフレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。オプションでポルシェエントリー&ドライブシステムが装備されておりますので、キーを持ったままでエンジンの始動が可能です。ステアリングは3本スポークの GT スポーツステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。スポーツクロノパッケージが装備されておりますので、センターには専用のクロックが埋め込まれております。ナビゲーションに関しましては純正の PCM ナビゲーションが装備されております。両席ともシートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されており、走行モードはステアリングのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2017年モデルポルシェ718ケイマンをご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約6000キロと低走行なお車です。ポルシェのミドシップスポーツカー718ケイマンでございます。こちらのお車には300馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、軽快なスポーツ走行を楽しみいただけます。また純正の PCM ナビゲーションやアダプティブクルーズコントロール、電動格納ミラーなど実用性の高い装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。